まり、うん、お腹すいたもんね。めっちゃ柔らかだもん、チワワみたいだね。ピトピトピトってミルク飲もうか、ミルク飲もうね。痛い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 。爪は、ああ切ってあるんやけど。ちょっと渡して。うん。お腹すいた。ホールド。めっちゃ必死や。うん、腹ペコやったと思う。もう、多分周りで暴れてたしさ。寝れんかな？おしっこはしちゃってた。あれ、社会科や。うん。何ってなってたんだもん。暴れるし。くっちゃくちゃやし。ついたね。まあ、目でもいいけどね。これやっぱさ、オッドアイかもしれんわ。両目違うから、こっち黄色になるかも。なんか、こっち右目がさ、ちょっとなんか色が違うんだよ。これは人気殺到するぞ。どうする？何色になるかな？ブルーとイエローやろ。右がイエローやと思う。オッドアイって最初からならんの？今キトンブルーだからさ、どっちみち。うん、大きくならんと分からんね。ならんと思う。あのぐらいなってからだ出てくるんじゃないかな。ほんと600、700とかね。キトンブルーの子猫って超可愛いんじゃない？でもあららららら、落ちるよ。落ちてもいいか。オッドアイかもしれない、かもしれない。おー、びっくりした。早いね、アルさん。パッタン、ちょっと待って、やばいね今の。スリッパ寝どこかな。ガチッと当たるとかです。めっちゃついて歩いてるよ。わかるの？ミルクくれる人。待ってね、今これ置いてきたらね。ついてる。パンツされる。ついてみようか。目立つかしら。コットン映えるベージュ。
美味しそうに飲むな。違うわ。お前だろう。私じゃ、私のせい。ひでえやつだ。お腹空いてんて。エレベーターの中でおならしても人のせいにしてるタイプ。うん。ちょっと薄くなってきた。いや、変わんないよね。どうなるかな。点々になっちゃうね。どうなるでしょうか。濃くなるな。濃くなるか薄くなるかどっちかやな。すっぽみけみたいなところで、ほぼ大ちゃん。うん。大豆もカルテに白猫って書かれてる。白猫やったもん、ね、最初。あの尻尾なかったよ。薄かったよね、すんごい。もうほとんど白猫汚れかなみたいなね。ほとんどっていうか、もう完全に白猫やったのがいきなり色づき始めたですね。かわいいな、頭の上と。ね、あ、そうかな、あ、そう、わかる？ほら。手分かれた。わかるか、これ、どんどんくんの。うん、ペチペチ。わかる。降りるの？なんか白いやつがなんかもしれない。ちょっと大きく見えるね。あ、体重測ってみるか。300ぐらいでしょ。300ぐらいある。今しかも飲んじゃったから。350あるんかな。おしっこはいっぱいしちゃったで、部屋で310とかに減ると思う。おしっこいっぱいする。310ぐらいかな。めっちゃ飲んだからね。襲撃中多分ピーピーずっと鳴いてたで、ね、お腹空いたんじゃん。ね、おしっこしてみる？さっきあんま出んかった。ああ。はいはいはい。なんでないか。はい。この靴下履いてるね。緑に映えるね。ちっちゃいな。
めっちゃ可愛いなの。食べたかな今。あーおかしい。バックします。エクボと全然違うね、性格。ちょっと寝てる。うん、爆睡。なんか来ねえなと思った。いや、もう入れてる、ケージに。寝てる、うん、寝ちゃってるからもういいやと思って。襲撃疲れだよ、本当に。暴れて、何されてるか分からんけど。何かじゃん。うん、一通り見たけど、なんか、多分トイレットペーパーが相当楽しかったみたいな。なんかドッスンドッスン言うなぁと思って。というか、うん、マロンは暴れてるのかな。あれ、ちっちゃい。ごめんかな。プリプリプリ。うわぁ、おはぎ。おはぎです。おにぎりか。塩むすびやな。チューチューできんくせに。するようになるかも、やり方分かった。痛いんやん、でも待ってるのが覚えなくなる。うん、はい、道が決まんねんだよ。やろうとはしてる、うん、ずっとずっとしてるんだけど痛くてね、手を動かすなよ。爪とかがホリホリする。痛いですよ。うん、また後でね。なんだって？かわいい。ちょっと眠いと思うの。眠いより甘えたい。全部蓋しちゃうの？うん、しない。この床でこう、床じゃ壁で押して、押さえてこういう感じにしています。